こんにちは、マンモス青木です。今日はリオさんに来ていただきました。はい、皆さんこんにちは。私は、バンクーバーで情報発信をしているリオと言います。私は18歳の時高校卒業してトロントに語学留学したのをきっかけに、今はバンクーバーでコープを得てワーホリを得て今という形になっています。はい、高校を卒業してまずトロントに行かれた。そうですね、高校卒業して語学留学でトロントに行きました。ああ、なるほどなるほど。なんでまたトロントに行こうと思ったんですか？まあ、そのカナダに決めた理由もいろいろあるんですけど、私のまあ父が高校卒業してアメリカに住んでいたという経験があって、いろいろそういう話を小さい頃から聞いていたり、まあ、ニュージーランドとかオーストラリアはもう知ってる人が行っていたので、誰も行ったことない国に行ってみようという形でカナダを選びましたね。なるほど、はい、でその後に、じゃあ一回日本に帰って。そうですね、もうすぐパンデミックが始まったんで、日本に帰りましたね。なるほど。でその後に、まあ、バンクーバーにコープ留学に来たと、はい、でやっぱりまたカナダに戻ってきたい思いが強かった。そうですね、やりきれてない感じがあったので、もう一回挑戦したいっていうことでバンクーバーを選びました。トロントはバイブが全然違くて、忙しい感じがあるじゃないですか。あんまり自然とかがなくて、そう、私はなんか違うことを経験してみたいなと思ってバンクーバーを選ばせてもらいました。なるほど。じゃあそのコープ留学についてちょっと聞きたいんですけど、学校はどちらに行ってたんですか？学校はあのバンウェストさんでビジネスマネジメントです。どうでしたか？実際授業を受けてみて、日本人比率とか授業の内容とか。比率的に言うと、その時は日本人の方がすっごく多くて、私が取ってたビジネスマネジメントは結構国籍豊かだったんですけど、はい、特にカスタマーサービスとかもう9割ぐらい皆さん日本人でしたね、本当に。はいはいはい。授業内容とかは、まあ、トロントの生活もあったし、そんなに難しいとは思わなかったですか？全然ついていきましたか？あ、全然ついていきました、大丈夫でした。そこまで英語で何かを学ぶぞっていう姿勢で、いっぱい1年半もうガッツリ勉強してきたので、あ、もう準備はバッチリ。心構えの方は本当にちゃんとあったと思いますね。なるほどなるほど、はい、でじゃあ座学が終わった後に、で今度インター期間っていうのは何をされてたんですか？はい、まあですね、はい、カナダ発 の、 あのスキンケアブランドディオリナリーというところの、キツラノの店舗の方で働かせてもらってました。あ、そうなんだ。じゃあもうそのコープのインター期間からもうその会社でずっと働かれてて、でワーホリその後にまされてたっておっしゃってたんですけど、まあ、座学の最終あたりぐらいからまあアルバイトとして始めてで、まあ、その流れでコープフルタイムに切り替えてもらって、コープをやって、でお店が閉まっちゃったんですよ。キツラノがお店が閉まっちゃって、でもコープの時間的にはコンプリートしてたんで、まあ、それと同時にでワーホリに切り替えようと思って、また一旦日本にちょっと帰ったんですよね。でまたワーホリで、またワーホリで、そうです、はい。じゃあなんでまたその会社に働きたいと思ったんでしょうか？そうですね、あの初めて渡航して18歳の時からブランドを使わせてもらってるんですよ。はい、ああ、なるほどなるほど。はい、まあ、どうせどっかで働くんだったら、なんか自分が好きなブランドで働きたいという思いがあって、まあ、それだったらオーディナリーかなっていう選択で、もともとそのダウンタウンの方のお客さんだったんですよ、はい、私は。でマネージャーさんとお話しする機会があって、働きたいけど、はい、ハイアリングしてないかなみたいな感じでチラッと聞いたら、あ、じゃあこの E メールにレジュメ送ってねって言われて、はいはいはい、その本社のトロントのヒューマンリソースの方に送ってねって言われてアプライしましたね。はい、面接とかは何回ぐらいあったんですか？ですね、その本社の方に連絡して全然帰ってこなかったんですよ。で、あ、これ無視されたと思って、はいはい、店舗の方に行って、え、無視されたんだけどみたいになったら、じゃあ今からやろっかみたいな言われて、何も準備しなかったけど急遽面接みたいな形になって、はい、あなたいいじゃんみたいになったんですけど、その時座学がまだあったのでスケジュール的に合わなくて、タイムで働けないってこと。そうそう、なんでじゃあメトロかキツラノに送るけんみたいな感じで言われたんですよね。はい、で、まあ、後日そのキツラノを訪問して、昨日ダウンタウンの方でインタビュー受けたんだけど、もう私どうみたいな感じで行ったわけですね。すごい女。いやでもめっちゃ大事だと思います。でマネージャーが、まあ、はい、私のことめっちゃ気に入ってくれて、はい、本社とのインタビューを挟んで、はい、正式にみたいな感じになりました。なるほど。2回面接がありました。なるほど。でじゃあキツラノで働いて、はい、その後にじゃあメトロに。そうですね、ワーホリはメトロになりましたね。はい、最初は結構苦労しましたね。やっぱりもう商品がたくさんあるじゃないですか。でなんかそういう美容部員とかで働いた経験とかも全然なかったですし、その知らない単語とか専門用語を英語で学ぶっていうところから始めたんで、やっぱりここって多分自信満々に商品を説明したりおすすめできないとやっぱ買ってくれないんで、そのどれだけ自信あるように喋れるか見せれるかっていうのは最初多分すごく悩んでたと思います。
いますね。やっぱ身を見まねでそのいいマネージャーさんに出会うことができたんで、まあ、そういう人たちを見て真似してみたいな感じでやってましたね。一番辛かったことってあります、うん、オーディナリーで働いててもトータルのカナダ生活でもいいですし。辛かったこと、そうですね、私はバンクーバーの経験は比較的楽しかったことが多いんですけど、トロントが非常に苦しくて、自分のメンタリティもやっぱ全然違ったんですよ。やっぱり自分がオープンじゃなかった、新しいことを受け入れようとしない、なんか積極的に慣れてなかった自分がいて、閉鎖的にこもっちゃって病んじゃった自分がいたので、やっぱそのメンタリティって大事かなと思いますし、やっぱすっごく寒かったのもあるし行ってた期間がすごい寒かったんですよ。トロントって本当に寒くて。冬はね、はい、ありがとうございます。いいえ、あとじゃあ一番楽しかったこと嬉しかったことありますか。楽しかったこと嬉しかったところ、やっぱり自分が最初にスキンケアを使い始めた頃に英語が分かんなくて店員さんにも聞けないぐらいの状態だったんで、そういう日本人の方を手助けできたっていうのはすごく楽しかったですね。で、じゃあそのワーホリの1年が終わって、じゃあ今後はどういうプランでいるのか聞いてもいいですか。はい、ですね、今後は進学する予定になってまして、あの BCC そこに進学させてもらいます。次は何を専攻される、何を学ぶんでしょうか。ですね、グラフィックデザインをあの専攻させてもらいます。はい、デザイン。じゃあこれはやっぱ今そのなんか YouTube とか、うんうん、ソーシャルメディアやってますけど、うん、なんか相性良さそうですよね。そうですね、やっぱもともとそうやって何かを作ったりとかデザインしたりとか、なんかそういう可愛いものとかが昔から好きだったので、それでやっていけるお仕事みたいな感じで、まあ、グラフィックデザインを専攻しました。いいですね、なんかもうなんか自分でこう描かれたプランがしっかり明確にあって。そうですね、まあ、永住権取るってのが一個の目標で、うん、30歳手前までには日本でやりたいビジネスがあるんですよ。日本半分、カナダ半分ぐらいで生活するのが目標ですね。はい、やっぱり家族が大好きなんで。そう、やっぱなんかずっとカナダっていう感じでは私はないので。その日本でのプランまで聞いてもいいですか。そうですね、私あの、まあ、お店を開きたいと思ってまして、まあ、自分がデザインしたい商品とかがたくさんあるんですよ。そのコスメとかから、まあ、そういうものだったり、私イチゴが好きって、1月5日が誕生日なんですよ。で、ちっちゃい頃からあのイチゴちゃんだったんですよ。はい、なんでイチゴの世界観の、まあ、カフェであったり自分の商品とかだったりブランドとか、私絵も描くんでアートギャラリーみたいな感じのもまとめたこうお店を出すっていうのが目標です。すげー、もうそこまで描かれてるんですね。描かれてますね。30代までには絶対やるっていう。なるほど、はい、わーすげーなー。あとじゃあ今後ね、こうカナダに留学したいっていう人もいっぱいいると思うんですけど、何かアドバイスありますか。まあ留学とか大きなことを決める時にあたって、まあ、いろんな情報がいろんなとこに溢れているし、いろんな人の意見もあると思うんですね。そのネガティブなことだったりポジティブなことだったりけど、やっぱりその自分がどんな選択肢をしようとも、その置かれた場所で、その自分が選んだ場所でどれだけ努力するかとかによって、そのどれだけ成長できるかっていうのも変わってくると思うので、いろんなことに惑わされずに自分のしたいことをしっかり決めてポジティブに前向きにいくってことが大事かなと私は思いますね。かっこいいっす一番重要な。マインドですよね。でもね、マインドですよね、はい、やっぱそうそうそう、メンタリティ大事だと思います。そうそうそう、自分の本当にマインド次第でどうにでもね、どうにでもなると思います。本当にいろいろね、いい人いっぱいいるし助けてくれますよね。本当にそうだと思います。じゃあ、まあ、じゃあ今日はこんな感じで、リオさんありがとうございました。ありがとうございました。すごい熱いパワーを僕もって刺激を受けました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ね、この動画が良かったらぜひ、チャンネル登録といいね、あとはコメントの方もよろしくお願いします。で、リオさんのね、あのソーシャルメディアの方何やってるんでしたっけ、全部教えてください。ですね、ツイッター、はい、YouTube ですかね。私をフォローすることによって多分いろんな人ともつながれると思うんで、確かに確かに、まあ、はい、Twitter ぜひフォローしてください。はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバイ。